さあ、それでは全日本 A3 選手権第5戦、逆転で、優勝と、今季3勝目になりましたチームトムス山下健太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。予選ではマーデンボロン選手にボールを奪われてちょっと苦しい展開を想定していたかなと思うんですが、いかがだったでしょう。そうですね、金曜の走行から、BMAX の人たちが速くて自分たちが追っかける立場でしたけど、今日の予選の1回目に関しては、2番を取れて、で今日のレースは2番から、スタートをうまく決めれば勝てるかもしれないという感じだったので、スタートに集中してでうまくいってよかったです。動き出し自体はマーデンボロ選手と互角かなと思ったんですが、そこからの加速で、大きくアドバンテージがあったように見えました。トップに立ってからのレースいかがだったでしょう。そうですね、1周目から後ろとの差も開けたし、あとアシストも取れたんで良かったです。これで今季3勝目というところで、まだ明日第6戦ありますけれども、ちょっと6戦目がちょっとグリッドが少し下がるというところで、どんなレースしたいですか。そうですね、4番からだとちょっと勝つのは厳しいかもしれないんですけど、今日みたいにスタートを決めてできればもう1台ぐらい行って、表彰台2番ぐらい目標に頑張りたいです。明日もいいレース期待します。ありがとうございます。